はいえー、太陽熱オンスリッキーを DIY で取り付ける動画なんですけども今回は単管パイプを設置していこうと思います敷地内で一番日当たりがいい場所に設置したいんですけども、えー、一番日当たりがいい場所がねこんな感じで物が散々しているのでまずはここを片付ける作業から始めます小屋暮らし初期の頃はここまで物で溢れてなかったんですけどね 建築作業とか物を作ったりしてるといろいろ半端な余りが出るんですよでそういうのが少しずつ蓄積していってこんな感じで散乱していくんですねブルーシートの中は木材を保管してるんですけども、まあ、ブルーシートもすぐに紫外線で穴開いちゃったりするんで、まあ、あんまり雨よけの代わりにもなってないですね結構雨しみ込んじゃってますね、えー、使えそうな木材は他の場所に移動して、えー、またベッド保管します えー、ダメにににななったた。木材はカットして薪にしししててきまます。えー、こんな感じで1日かけそうしましたら、単管パイプを設置していきたいんですけども、えー、真南に向けるのが一番効率がいいとされてるんですね。で、僕の敷地はこんな感じで、南がこっち側に来てるんですよ。まあ、だから、真南に向けるといったら、こんな感じで。 単管パイプを設置するのが理想なんですけどもでもこれだとちょっと土地の収まりが悪いんですよねでまあこんな感じに設置すると土地への収まりはいいんですけども、まあ、今度は効率がちょっと落ちるんですねでまあどっちがいいのかなと思って日本エコルさんに相談してみました、えー、そうしましたらこのような返信が来ました、えー、ご質問の件ですが敷地内に効率よく収まるようにしていただいて問題ありません 多少の差はあると思いますが全くの鍵にならない限り問題ありませんので赤の向きで大丈夫ですとのことです、えー、ということなので、えー、今回はこのような感じで単管パイプを設置していこうと思います、えー、そうしましたらホームセンターへ単管パイプを調達しに行きます、えー、今回 2m の単管パイプと 2.5m の単管パイプを使います、えー、単体で買うと高いので 長いものを買ってそれをカットすると安く済みます近くの改造ホームではこういうふうに切断機が置いてあるので長いものを買ってその場でカットしてトラックで運びました買ってきた単管パイプを設置場所に置いてみました単管パイプをどういうふうに設置するかなんですけども結構ね何回か単管パイプの設置をやったことがあるんですけども まっすぐしかも水平に平行に立てるっていうのが結構難しいんですよだから何かこうまっすぐ設置できる基準みたいなものが欲しいなと思ってで今回こういう杭を使ってそれを基準として設置してみようと思います作成した杭を地面に打ち込んでいきます えそうしましたら左右の杭に水盛り缶で水平な印をつけてその印に合わせて水糸を貼りますえそうしましたらこの水糸を基準にして単管パイプを設置していきますで、まあ、設置していこうと思ったんですけども、まあ、結果あんまり使えませんでしたね普通に水平器を当てながら単管パイプを設置してっていう感じでやったのでまあこの作業はあんまり 気にしないでください。結果、この水糸使わなかったんで。えー、そうしましたら、穴を掘って単管パイプを埋めます。2メートル50センチの単管パイプを、えー、50センチ地面に埋めて、2メートル地上に出す予定です。掘った穴に採石を入れて突き固めます。今回設置する太陽熱温水器は、多分総重量300キロ超えると思うんで、まあそのまま地面に突き刺すだけじゃ、多分単管パイプが 太陽熱温水器の重さで沈んじゃうから、まあ、こんな感じで採石を入れて突き固めてなるべく沈まないような措置を取りました、えー、そうしましたら穴に単管パイプを設置して埋めていきます、えー、なるべく垂直に設置したいのでこういう風に水平器を当てながら垂直を測りながら埋めていきました、えー、こんな感じで単管パイプを全部で4本埋めました で、今回1 9 0 0リか× 1 6 0 0ミリで単管パイプを設置したんですね。でまあこれ直角に単管パイプを設置するっていうのが結構難しいんですけどもどういうふうにやったかというとまずは1 9 0 0リの幅で単管パイプを設置します。こんな感じで設置しますと。でまああとはこっちに直角に設置していくんですけども。えー この 1900×1600 の平方根というのが 2483mm なんですよだからまず 2483mm の紐を作ってで、まあ、こっちの単管パイプにくくりつけますとでピーンと伸ばした状態で、えー、こっちの紐の先には、まあ、木の枝かなんかをくくりつけておきますとそして、えー、伸ばした状態でこういうふうにコンパスのように地面に えー、印をつけていくんですねで今度はこちらの 1600mm の、えー、紐を作りましてで同じようにこうピーンとこ,こちらにくくりつけてピーンと伸ばしますとで、えー、こういうふうに地面に印をつけますとでちょうどこの交わるところが直角という動画なんですねだからここを穴掘って単管パイプを埋めれば、えー、直角に 単管パイプを設置できるということですねこちらも同じようにね、えー、今度はこっちにくくりつけてこうピーってやってでこっちも1 6 0 0ミリこうやってでピーってやってでちょうど交わる点が直角なんで同じようにここも掘って埋めるという感じですねこんな感じで直角に設置しました、えー、次は温水器が乗る部分を単管パイプで組んでいきます えちょっとぐらつきがひどくて作業がしにくいので筋替えを入れましたただねこの筋替えの入れ方ちょっと間違ってましてこのやり方だと全然ぐらつきが解消されなかったんですね、えー、こちら拡大した図なんですけども今ここの柱とここの柱をこのように単管パイプで筋替えをつけてるんですけどもこれだとね筋替えが効かずにぐらぐらしちゃうんですよね、まあ、なぜかというとう、まあ、ここ 自在クランプでで固定してるんですよこここことここで自在クランプっていうのはここぐるぐる360度回るクランプなんですけどもここぐるぐる回っちゃうもんだからこことここ固定してもここぐらついちゃうじゃんって話で全然効かないんですよねだから本当はまあここの柱で固定したらこっちここの上の方のここに固定しなきゃいけないですねそうすると突っ張りが効いて、えー ここがぐるぐるぐる回らないからちゃんと筋交いが効くんですね木造建築の場合はこういう平行した柱の間をこういうふうに筋交いを通しても効くんですけどもまあそれはこういうふうになんだろう、えー、ちゃんと硬い木材がここの柱と柱の間にぴっちり入って突っ張りになるから効くんですよでもこの場合はここ、えー、可変式だから 突っ張りが効かないというかもうもう可変でグラグラ動いちゃうからこっちですねここに固定して初めて突っ張りが効くようになるんですねまあこれに気づかずにしばらく作業しててあれグラつきいつまで経っても治んないなと思って試しにここに固定したらなんかがっちりとグラ、えー、つきが治ったんであ固定する場所が間違ってたのかって気づきました えー、こんな感じで今度は正しい位置に筋替えを止めましたで全部で4つ筋替えをつけたんですけどもこれでだいぶぐらつきが解消されましたね、えー、そうしましたら残りのパイプを設置して完成になりますはい、えー、こんな感じで単管パイプの土台が完成しました、えー、次回はこの上に太陽熱温水器を乗せていこうと思います